下鉄道39メーテルのモデル楠本貴子。楠本貴子は幕末の日本に渡り、蘭学と医学を教え、日本の知識人に大きな影響を与えたシーボルトの孫で、貴子が後年書いた式によると、貴子は母の稲が死である石井宗賢に強姦されて宿した娘であり、当初は天馬忠で授けたものという諦めの境地から忠子と呼ばれた。貴子は13歳の時まで長崎の祖母の元で育ち、幼少時は琴や三味線、舞など芸事に熱心で、医者を継ぐことを期待していた母を嘆かせた。その後宇和島藩の奥女中として奉公をはじめ、14歳でシーボルト門下の医者三瀬諸口と結婚、25歳の時に夫に先立たれた後、異母系石井信義の下で産婦人科を学んだ。しかし医師の片桐重明に戦中で暴漢され、男児を産む事態となり、医療の道は断念。失意の貴子であったが、その後かねてより貴子に求婚していた医師山脇大輔と再婚。山脇との間に一男次女を授かるが、結婚7年目に山脇は病死。その後は叔父の世話を受け、東京で母と共に暮らした。以後は幼少時に熱心だった芸事の教授をして生計を立てていたそう。